ごいな。じゃあ、乾杯。宇宙だ。いいのこれ。これはカツオ兄ちゃんですか？カツオ兄ちゃんですね。今回は腹出してきたんですか？今回ちょっと腹出してきました。結構カツオは血が出るから、うんうん、血抜きしないんだよね、カツオは。なんか理由があるんですか？そのまま冷凍しちゃうから。カツオとかマグロ系は血抜きしない方が身が美味しくなるから、基本的には血抜きしないで。すごいな、脂が乗ってます。めちゃめちゃ乗ってるね。今は時期なんですか？今は初ガツオからちょっと経ったぐらい。本当どこに売ってるんですか？これね、うちいつも俺が晩ご飯を買いに行くスーパーに売ってる。へえ。よくしてくれて。そうすると、身の柔らかいカツオは負担がかからず。すごい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 。すご
すげえ。ちゃうんやから。ちゃうんやから。ちょっとビール飲んでもいいっすか？飲みたい。コカボムを入れてもらってもよろしいですか？これちょっとコカボム飲みながら見たいわ。すげえ。ワイヤーセッチング。やっぱこれ普通にさばいちゃうと結構身が普通だとこっからこう出てるんだけど、カツオはここに身がついてるから、あの立ててこうやるとやるのが難しい、はい、身が残りやすいから。なるほどなるほど。僕もいいですかね。一方でやりましょう。みっちゃんがちょっと頑張ってるんだから。じゃあよろしくね。いい日が入ってきてるね。うん、富士山めちゃくちゃいい今。あっすねー。みっちゃん、あいつら何かやってますか？よっしゃだ。よっしゃだ。みっちゃん。特殊な血合いの形をしてるんですか？結構中まで入っちゃってるね、血が。そうか、血抜きをしないから余計。あ、でもここはね、結構どの魚でもあるんだけど、カツオは特にこう内側に入る癖があるから。本当に内側に入ってるのが分かるもんね。これ取らない人もいるんだよね。あ、でもまあ、美味しいっちゃ美味しいですもんね。うん、旨味だ。酒飲みからすれば。取らない人もいるんだけど、コカブムには合わないよね。絶対絶対合わない。うちら今日ずっとコカブム。確かに。めちゃくちゃいいっすね。なんか雪がないのに神々しい。この季節雪あるのすげえ珍しいと思ってる。いや、そうでしたっけ。こんなに早かったでしたっけ。なくなるの。いや、いつもだったらもうちょっと知らねえだろ。びっくりした。びっくりした今。これ、この上です。串打ち。こんなの板前の時やったんですか？うん、これは全然やってたんだ。やるんだ。何本やったかわかんないけど。これ何やってるんですか？これは焼き目をきれいにするために皮に穴を開ける。この薄皮とこの硬い方、皮と皮の上にもう一枚薄皮があるから、そこが膨張して先に焦げちゃうから。ああ、膨らんでたもんね今日ね。そうそうそう、膨らまないように穴を開ける。こちらのあの動画もね。飛ばす。これぐらいね、上からこうやんないと。飛ばし屋だね。こうなっちゃうんです。マシ屋だね。飛ばし屋。いけます。はい。いい。おー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 おお。おお。あ、香りがすごい。ちちちちち。ふうって。さ、確かに山賊。おおおおお。ピーピー言わないよね。これどうなったらいいもんなんですかね。皮にね、いい感じで焼き目がつくと。あ、すごい、油すごいですね。このバチバチって音が。油が弾けてる音。わらを使う理由はやっぱ香りですか？香りが。これで出来上がりを。何やってるんですか？これちょっとあの余分な油とちょっ
ちょっとこのあと水がちょっと出るんだよね。清水？塩が入ってるから。結構お店のガス台で焼くカツオはこのまま氷水で落とす。締めちゃうんだ。そう、すぐ粗熱を取るように。じゃあわら焼きは落とさないで。余熱で。そう。氷で。やっといて冷たくすると。飲みましょうか、じゃあその間に。山本さん。そうしましょう。みっちゃん、いらないですか？うん。比重が違うんですね。そう。だから、一回失敗するともう、どんどん混ざっていっちゃう。混ざっていっちゃう。よし。これは何用の？これはカツオのたたき用の野菜です。包丁さばきが見てて気持ちいいですもんね。おおおおおおおプロだ。足がいい。見えるところがすごいさ、こんな薄切れないよね。ねえ、どのぐらい薄い。これみょうがみんな好きだからお気に入り。みょうがうまいですよね。僕も大好きです。あ、それ取るんですね。あ、そこまで取るんだ。これを取るとどうなるかというと、うん、切った時にめっちゃ綺麗になってて、綺麗になる。おおおおおおお、すごい。これもめちゃくちゃ薄いね。薄い。これ何ミリですかよ。これ 0.01 でしょ。岡本からさっきの軸を取るとこういう感じで全部バラバラになって、見た目がめっちゃ綺麗な。いつもなんか全然バラバラにならないなと思ってたの、あいつを取ってなかったからなんだ。ただ輪切りの時はあのままでもいいんだけど、うんうんうん、今回は縦にこう切るから下をバラバラにするように。そうすると口の中に入ってくる量も違うから、うんうん、食感も変わってくるって。そこまで考えてるんだ。そうやってるんだ。すると長くなりすぎないからね。すごっ。一応これ何ミリですか。これ 0.001 かな。超えた。ギリやった、ギリやった。おお、すげえ。こうやってると分かりやすい。あ、すごい。カットした後の髪の毛みたいになってる。すごい。これ楽しみだな。みっちゃん今本業なんでしたっけ。今本業 YouTuber っす。本業乾杯しよう。最高ですね。ヤリイカですか。ちなみにこれこの中にゲソが入ってる。ゲソ、へえ、しまってあるんだ。そうそうそう。これは何になるんですか。これは煮付けになります。煮付け、ヤリイカの煮付け。煮付け、これは卵が入ってるね。当たりだ。当たり、今の時期だけの清掃がパンパンでございます。いいのそれ、そういうのいいの。生姜を効かせると美味しいんですわ。かっこいいですね。かっこつけてみた。みりんと、みりんと濃い口はチャーぐらい。チャーだそうです。チャーか。干し豚して火にかけると。お願いします。煮付け
酒の音が匂いがうまい、うん、どうですか、うん、いい感じだ、ちょっと見ちゃうな、これ対話砂糖の入れ物も可愛い ね、皮目がなんか金色に見える、うん、そうそうそう、これがあの藁の、あ、藁の色なんですか、うん、そうそうそう、まあ、なんつうんだろう、ヤニっていうのかな、うーん、神々しいねえ、ちょっとビール飲むか。ありがとうございます、ありがとうね、キャンプ場でしかできないからね、ちょっとこれやばい、油がすごい。キャンプ場って食えるのこれ。逆に。これ豪快にいっちゃいましょう。梅なんだね。さっとさは。いいんですかこんな贅沢して。なんですかこれ。これね、ニンニクの醤油漬けなんだけど、ちょっと僕は作ってきたんですよ、これ。いつ作ったんですか。2年前に。2年前今日のために、今日のためにね。2 years ago。 すげえ、西へのニンニクだ。そのニンニクだけで一晩いけそうだもん ね、 ね、確かに。じゃあこれでいって。すみません、本当にすみません。散らして。はい、お待ち。おー、やったー、おそう、いただきます、いただきます、このまま行っちゃっていいですか。秘伝のね、秘伝 の、 秘伝のね、お究極のタレ、みつかん味ぽんがある。うまそう、たっぷりかけちゃいましょうか。いやー、勝った、勝ったな、勝ったね、今日スタジで。すげえ、キャンプだもんね。キャンプです。キャンプですよっていう調味料出しましょう。キャンプですよ。いただきます。いただきます。うわお。うん。どうどう。全然臭みもないし。うん、うん。藁の香り。めっちゃうまい。うん、ま。マジでうまい。うん、これ。てくださいよこれ。いいですか。ここに来る前に酒の山木さんに寄らせていただいて、いただいた富士山に一番近い酒蔵純米吟醸。ピッチャン、いただきます。お、どこですか。これは、この誕生日プレゼントでいただいたやつです。ありがとうございます。よいしょ、じゃあ、あざす。なんかめっちゃ飛んできた、なんか確かにブーン。乾杯しましょう。いただいていいですか。やりましょう。みっちゃん、今日もありがとうございます。とんでもないです。いただかないと。お疲れ様です。お疲れ様です。おぉ、うん、フルーティーな、いいね。次何作ってるんですか。次はカツオの塩たたきです。お願いします、うん、お願いします。じゃあ次、塩叩きといきましょうか。右から切るんですね。そう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 、これやると、
このまま盛り付けられるから仕事が早い。うーん、かっこいい。みんな職業何でしたっけ。俺 YouTuber だよ。最高かよ。すごい、それその仕事いいよね。厚切りにしてる。真剣にやってきたからこれができるからね。じゃあ次のカツオです。何これ極厚塩たたきで、うーわ、ござんすござんす。これね、あの塩をちょっとね気持ち多めに振ってすだちをこう絞って食べてもらうとすごい、うん、試してみろ。飛ぶぞ飛ぶぞ。こんな熱いの食ったことないわ。うっそ。じゃあ食べます。ぬわらの香りが映えるっていう。いただきます。いただきます。ほぉ。あっ、よいしょ。トゥイ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 。みっちゃんが新しいおつまみを今作ってくれてるから。トゥイトゥイトゥイ。みっちゃん今日本当ありがとうね。いつもとんでもない。いただきます。あーあうめー。まかないでよく食べてたやつ、あの半端なカツオで作った。うおー、何ですかこれ。カツオユッケだね。うおー。うおー、やっそー。混ぜて。カツオユッケなんてあるんですね。赤身はね、ユッケすると美味しい。なるほど、うまそう。味付けは醤油とごま油だけ。行きましょう。行きます。出る。うーん、乾杯。いただきます。腹減るね。うん、腹減った。どんどん腹減ってくる。うん。これはうまい。よいしょ。飲み干したな。乾杯。うまいな。めっちゃ、なんすかこれ。これがね、子持ちヤリイカの煮付けですよ。うん、わお。これがね、めちゃくちゃ熱いんですわ。みっちゃんの指でも。これはね、ちょっとさすがの俺でも熱いんですわ。パンパンだ。この中にゲソが入ってるってことは食感も楽しめるってことですよね。そう。いや、こっちは卵が入ってなかったね。これは卵が入ってるね。お。これが卵。うわ、すごい。うまそう。そんなに繊細な生姜あるんですか。今切った。すごっ。これが針生姜ですね。針生姜、はい、うわ、決まった決まった。ゴール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 。カビラカビラ出た。じゃあ次は子持ちヤリイカの煮付けでございます。すいません、じゃあいただきます。ちょっとつけて、うん、生姜ちょっとつけてタレをよく絡めて。うわ、いただきます。いただいていいですか。うん、うめえ。いただきます。うん、みごもり。うん、こんなの初めて。おお、もう飲みましょうか。じゃあ行きましょう。ただもうね、こちら視聴者様からいただいた蔵元直詰め直詰め、いやーかっこいい。ダイヤ効く。すげえかっこいいね。
手作り本醸造。うーん、豚焼きか、本醸造。なんて読むんだろうこれ。飲むか。誰も読めねえ。おい、あるぞ。うん、先生、あとす。確かにこってりしてるね。こってりしてる。なみなみで。なみなみで。配るじゃん。なんかトロトロしてますね。うん、じゃあ。おっと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 。いや、いいっすね。こうやっていただいたお酒を。あ、ちょうどいいですね。アンダさん。じゃあ、みちゃんまた。はい、ありがとうございます。最高の日を、ありがとうございます。よし、おお、うん、酒、酒感強いね。うん、いいね、大好きだよ。これは酔っ払っちまうな。青いところを入れる理由は何なんですか？青いところの方が香りが高いんだよね、白いところ。甘みは白い方があるんだけど、うん、香りがあるんだけど、これはもうアサリがメインだから。あー、色味がまたいいね。マリオさんのね、めちゃくちゃうまかった、ね、めちゃくちゃうまかったです。ちょっとやらせていただいて。よし、すっげー、うわー、美味しいね。気持ちいい。これで蓋をして、入れすぎてほしくないか。ちょっとニンニクが34まであるか。野菜からいく。おお、見える。これなんですか？これがね、豚の肝の軟骨。豚肝軟骨。そう。みっちゃんのベテラン感がすごいんですけど、大丈夫ですかね。キャンプ50年やってるからね。うわ、やばいね。やりますか。いただきます。出る、出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう。バターやってますね。いただきます。いただきます。うん、食感がね、うん、うまし、いただきます。うまい。ありがとう。お疲れ様です。おかえり。